お疲れ様です。昭和世代を懐かしんでいる同じ世代の皆様、そして新しい世代の方がね、昭和ってどんな時代だったんだろうというふうに振り返ることもあると思います。まあ、それはまるでですね、昭和生まれの私たちが明治時代とか大正ロマンに胸をどらして、時には江戸時代についてね、興味を持つのと同じような感覚かもしれませんね。そう、今、令和の時代に昭和を振り返ると、あの頃、 あって今なかったものってのはいろいろと思い浮かびます例えばね敵やってどうですかね男は辛いよってったらねトラさんの物語がありますあの50作目がね2019年に公開されたのはまだ記憶に新しいところですけどもちょうど令和の時代が始まった時に昭和のあの大作の最後の作品が終わったわけですよえそして今ね YouTube を見てみると昭和の時代に少年だったまだね10歳とか 12歳、3歳だった小学生の中学年から高学年だった頃の私が見ていたアニメのあのオチがだいぶね公開されるようになってきました裏話ですとかねというのが当時そのアニメを作っていたプロデューサーですとかアニメーターの方が今ねその同じ業界の結構重要な役職にいて当時を振り返って もっと予算があったらこうだったのにねとか途中でスタッフが変わってねとかあのいろんな人に気遣いをして、えー、これは番組途中でやめたんだよとかねあとおもちゃ会社からの圧力でこうせざるを得なかったみたいなことがあったりとかやっぱりねアニメってあのスポンサーが超合金なりプラモデルを売ることによってその利益でアニメっていうのがね続くかどうかっていうのが決まってましたんでね、うん、今考えれば十分分かることなんですけども当時はそういういわゆる大人の事情が分からなくて。 なななんんんでで打ちち切りになっちゃっっゃたただろうぐらいしかかねね思えなかったんですよ、ね、はいそしてこんなものもあります昭和40年後こっていうね、えー、雑誌ですけどもこれが私が好きでね創刊からずっと撮ってるんですけども2ヶ月に一度送られてくるんですよでここに出てくるのはあの噂の刑事トミーと松の今この瞬間の画像ですよねまあこういうふうに当時私たちが胸を躍らしたねテレビドラマホームドラマの その年年後40年後が今こうやってねね見れるわけなんですよ、ね、当然このお二人っていうのは当時の撮影事情とかね当時の芸能界ですとか映画界とかねドタバタの昭和っていうのをものすごく感慨深く振り返っているのとやっぱ当時はねこの芸能界でどこまでやっていけるのかこの二人でさえ分かんなかったあの将来の見えない芸能界だったと思うんですよでもなんだかんだでいまだにこうやってね生き残っていると。 で、同世代で、タレント、芸能人、俳優やった方のほとんどは今ね、引退して辞めてるか、それともね、えー、一部はお亡くなりになってる方もいるでしょう。そのぐらいのタイムラグが30年、40年というものにはあるわけですよね。はい。まあ、昭和っていうのはね、一言でくくっても、当時いたけど、今はいないみたいな人いたりね。うん。それから、やっぱり、私なりにね、あの頃、今の感覚で昭和を生きていたら、 どうだっただろうかっていうふうに思うことも多いんですよ。まあ懐かしさだったりノスタルジーであったり、それからあの頃できなかった何ですかね、当時を取り戻したいという感覚に近いのかな。あの頃はとにかくね、自分が子供であることに限界をすごく感じて、早く大人になりたいと思ったんですけども、大人になればなるほど逆に自分の限界を感じますよね。それは一つには想像力ですよ。将来 大人になったらこんなことをやってやるのになっていうふうな気持ちが今はだいぶ薄れてきませんか ?10 年後どんなに自分になろうかなとか20年後30年後どんな自分になってやろうかなって子供の頃以上に考えてますかね逆に考えなくなったなんかその日その日を何とかくぐり抜けるのに精一杯になっちゃったみたいなところはないですかね、はい、おそらく社会ってものを知ったがゆえに 自分の限界値を思い知らされたってことなんでしょう。でも限界を知れば知るほど、その限界の向こうに行ってみたいというね、まあ、そんな気持ちに駆られれば、まだ若くいられるんじゃないかなというというころでございます。常にね、未知の自分に挑戦していきたいなっていうことと、あの頃できなかったことを、今ならできるというふうな気持ちが大事なのかなと思いますね。はい、今回の動画は以上でございます。お疲れ様です。